平井弘明です。今回初めての遠征で広島に来てます。西広島ショートコース様の方をちょっとお借りしまして、動画をこれから撮っていきたいと思います。こんにちは、広島県にいる平井弘明です。今回はですね、アプローチ、せっかくこう芝から打てるんで、普段は練習場のマットなんですけど、天然芝の上からボールを実際に打っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。いろいろアプローチって苦手な状況あると思うんですよ。でその一つが左足上がりで、左足上がりって傾斜に沿って打つのか、こう傾斜に対してこう逆らって、こう傾斜に逆らってこうやって打つのか、いろいろ打ち方あるんですけど、両方正解なんですよ。で注意点がいろいろあって、でそれでうまくこうヘッドをこう使っていけばうまく打てるようになる。例えばこの左足上がりってヘッドがこう突っかかりやすいですよね。こう突っかけて打った方がいいんですよ、これ。そう、これは何も傾斜に沿ってさらって打つんじゃなくて、こういうふうに突っかけて打つの。こういうふうにこうやって、そう、全然それでいいので、これを例えば短い、これ多分10ヤードないぐらい、この距離を例えば傾斜に沿って打ったら距離が全然つかめないのよ。こうやって、そう、ポンって要は飛びすぎちゃうので、例えば距離が長ければ傾斜に沿って打ってもいい。でこういうふうに距離が短いんだったらこうやって突っかけて打っちゃった方がいい。うん、こうドンって入れながら。そう、だから状況によって両方使えますよっていうのが正しい答えっていう感じだよね。飛びすぎちゃうんだ。飛びすぎちゃう、あのね、どうしても振るからね、結構突っかかるものがないから。そう、だから何でもかんでも傾斜に沿って打つんじゃなくて、そう、距離に応じて使い分けた方がいい。だから両方打てた方がいいんだよね。傾斜に逆らわずにこう傾斜なりに立つのか、重力なりに立つのか。例えばじゃあ向こうの一番奥だったら傾斜なりにこうこうやって打ってあげた方が、そう、距離は出しやすいから。そう、あれを突っかけて打つとスピンが入っちゃったりするんでね、こうやってチュッ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 って、そうするとこう距離が出しづらいから、あんまりああいうのは向かないかなって感じでね。こういうとこでよくあるのが、ボールを左足の前に置いて、トールくんから見てこうやってグリップエンドがこうやって見えちゃってる。もうこれとかやばいからダメ。もう絶対体のこの中にグリップエンドを収めておいてあげた方がいい。もうこうやってなっちゃったら出るものは出るよ。こうやってやるから、これちょっとトールくん前から撮ってもらっていい？もうこういう風に後ろから見てグリップエンドが体の外にこうやって出ちゃって、左足のつま先の前に置いてこうやってやるから。ワンダフル。これ普通。あ、そう。なる。全然なる。なるから、もう本当に右親指の前ぐらい、右親指の前にボールを置いて、グリップエンドは左太ももの真ん中で、この角度を両手首の角度を変えなきゃいけない。こうやって。そう。ノーマルはね。こうやって。うん。こう。そう。したら同じ球ずっと出る。以上になります。これはですね、そう、傾斜に対しての、まあ、ボールのクラブの入れ方とかそういう感じですね。こういうとこで、これはさ、例えば絶対ミスしたくないんだったら釣った方がいいの、多少。だから、ヒールとトーがぴったりこう地面にちょうどつくぐらいぴったりつけて、で若干近めに立って、で右手首左手首の角度を変えないで肩回転、こうやって、うん、これが難しい。見ててどう？簡単そう。そうでしょ。そうなのよ。ここで難しいことをやっちゃってることが多いの。例えば5ヤードしかないのに6ヤードのバックスイング、7ヤードのバックスイング、下手したら10ヤードのバックスイング取っちゃう方もいる。
あとはこう閉じたり開いたりとか、なんかちょっとやっちゃったりとか。ここだったらストロークなんてパターと同じよ、まっすぐ上げてまっすぐ下ろすようなイメージでこうやって打った方が全然こうポーンと楽にいける。飛びすぎちゃうとこ多いのかな。多分そうじゃない？飛びすぎるんだと思う。飛ばないように打つのはどうやってやるかっていうことなんだよね、多分その知りたいのは。だから釣れば飛ばないのよ、落としたら飛ぶのよ、アプローチって。そう、これ例えばハンドダウンにして同じバックスイングで打ったら飛ぶのよ、こうやって。あ、これになっちゃうのか。そう、だから近ければ近いほどこうやって釣ってあげた方がいいの。そうで、縦にこう構えてほうきを吐くような感じでこうやって打ったら飛ばないの。うん、ああいう感じ。ああいう方がこう打ちやすい。だから何も説明する必要もなくて、今こうやって平井がじゃあ打ってるのをもう見よう見まねで真似することが大事よね。あの大きさだったり打ち方だったりスピードだったりしたら近いものはできるから。ほう、難しいのかな、俺やってみようかな。やってみる。でも難しいのかなと思って。なるほどね。ちょっとボール右かなぐらい。そうそうそう。それで右手首左手首の角度変えないでほうきで吐くイメージ。飛ぶ。もっと硬くして手首。絶対動かないようにして。ほうきで吐く。めっちゃうまいじゃん。いやいやいや。もっと全然ゆっくりでもいいし。そうそう。そしたらあれが正解なのよ。1ヤード打てるじゃん。いや、これ難しさが分かった。やって今。分かった？いや難しいんだ。簡単そうに見えるけど。なるほどなるほど。めっちゃ難しいんだ。手首の角度絶対今のめっちゃうまいんだけど、フォローでヘッド出さないで、うん、右手の角度手首の角度変えないでそのまま出してみて。まうま。まうま。全然うまいじゃん。嘘。うん。いや、こんなでもこれぐらいでいいんだ。いやだって人生何球目よ今。いやうますぎるからそれは。いやいやうまくないでしょ、全然そこしか言ってない。いやだってあのピンでしょ。うん、全然いいじゃん。そう、あれがねこうやってやってる、このまんまこうやって出したけど、そう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 、そうそう、うまい。あの1ヤードキャリーって手を出してたら打てない。先ほど左足上がりやったんですけど、今回は左足下がり、こういう状況ですね。これちょっとやりたいと思います。でこれもさっきコースの方でいろいろやったんですけど、右つま先の前に置いた方がいいんですよ。その理由がボールの右側の地面の方がもちろん高いですよね。なんでダフるリスクが高い。そうなんでボールをどん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 、これぐらいの傾斜だったら僕は右小指ぐらいでいいです。これぐらい。そうで若干フェース開く、これがまっすぐですね、ターゲットに対して。でこれぐらい開く。でもちろん左足が下がって低い、左ボールの左側が低いんで、バックスイング側よりもフォロー側の方がヘッドは低く出すイメージは絶対持ってます。これもね、でもあんま余計なことやんない方がいいんだよね、こうやって。こうやってんのよ、上げんの。左足下がりを上げるよ。ゴロリン、これ出る。このまんま、このまんま構えたまんま前に出してあげる。角度変えないで。うん、そう。アプローチってそれ大事なの？そう大事。この角度を変えないのが大事。こうやって、こう、そうあれが大事。え、でも やりたくなっちゃう。やりたくなる？やりたくなっちゃった。こうやって？そうなっちゃう。あ、なっちゃって、意識しないとなっちゃうんだね。あ、でもインパクトゼロでしゃくるよ。全然打てる。結局じゃあ何っつったら、ボールのところにきっちりクラブが戻ってればそう関係なくなるんだけど、
それってやっぱりボールへの当て感だから、当て感があれば何やってもいいのよ。だけどこう本当にその状況でミスをしたくなくてオートマチックに打ちたいんだったら両手首の角度を変えなければいいの。でそうするとよくアプローチでダフリトップって結構打ち急ぎが多いの。そう、打ち急ぎってやっぱ早く打つってことじゃない。それをなくすのって体の回転だったり肩回転なのよ。肩回転をすると肩って打つときにこうやって動かないから早く動けないのよ。だから手首の角度を変えないで肩の回転スピードだけで十分ですよっていう打ち方をこうやってしてあげる。そしたら打ち急げないの、うん、だからこう構えてこうやって向いてあげればいいの。腕そんなに動かさない。こういう特殊なところはね、その方がミスが少ないっていうだけで、うん、だからあんまり特殊なショットを要されない場所は何にもしない方がいいんだよね。アプローチってでもね、そんなになんかやる必要ないんだよね本当は。あんまりね本当にやることなくて、ただパターの距離感と一緒なんだよね。あ、そんな感じです。そう、うん、でパターってこうやんないでしょってことなのよ。あ、やんない、やんないでしょ。やんないのよ。アプローチの距離感よりパターの距離感の方が合いやすいっていうのはそういうとこなんだよね。パターはロフトがもうゼロに近いじゃん、もう立ってるからそもそも上げに行かないクラブだし、こうやってやんないんだけど、そっか、当てるだけなんだ。そう、そこがねすっごい難しいの、イメージを変えるっていうのはね。だからじゃあ例えば一番奥何ヤードなんだろう、20ヤードぐらいかな、そしたらフェースをターゲット向けてこのアドレスあるじゃない、でこのフェイスの向きとクラブの角度を変えないで肩回転でこうやって打ってあげる、うんうん、もうこんな何にもない状況だったらあれぐらいはもう全然寄ってもらいたい。もう一回いくね。ちょっと抜いたんだよね今ね、右出たね、ちょっとこうやったんだよね。あのカップ過ぎたら多分フックするのよ、それ気になってんだよねちょっとオーバーしてみようか。あ、行かないね。あ、いいね。あれだったら打てる。じゃあ例えばこれでこれ58度のまんまで、じゃあ今狙ってるピンまでずっと上りですって言ったら、ちょっと1センチぐらいボール右に置いて、いつもよりでちょっとハンドファーストほんのちょっときつめにするの、その分ね。でそのまんま右手の手首がこうやってきつくなるじゃない、そのまま当ててあげるの、こうやって。そうするとラインが出やすいんだよね、うん、であれで多少手首の角度を柔らかく使いながらもうちょっとボールを削ぐより打ってあげるの、そうするとこうスピンがこう効くショットっていうのが出る。ああいうだからこうバリエーションがこう多少何個かあった方がいいよね。であれでちょっとフェースを若干開き気味で、これも左手の手首を絶対に一回もこっちに折らないの。折るとしたらこっちに折る。そう、あれちょっとスピン入ってるね。もう一回いくね。さっきより転がんないでしょ、スピンが入る。そう、ああいう打ち方でこうやって打つ感じだよね、こういうふうに。ああいうショットなんかもいろいろこう手首の角度が重要になってきて、でその手首の角度が重要になる理由は何って言ったら、もうボールへの間違いなくヘッドの入射よね。それを変えて打ってあげる。でノーマル何って言ったら本当に右足の親指の前にボールを置いて、このまんま両手首の角度を変えないで肩回転でこうやって打ったわけ。もうあれが一番ノーマルよね。あの打ち方が一番優しい。何にもしてないからね。絶対パターでもこうやってやって、こういう肩回転で打つじゃない。そう。それをアプローチの構えでそれをやってあげてるだけ。こうやって。確かになんかパターは手首やんないから。やんないでしょ、うん、そう。やらないんだよね。だから。具合が無限になっちゃう。そう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 。だから、早く振って、使わなかったら飛ばないし、そうそう、ね、ゆっくり振って使ったら飛ぶじゃない。そうだね。そう。だから、何通りも出てきちゃうの。そうだね、距離感の出し方がね。だけど手首固めとけば、その体の回転のスピードで調整できるんだ。そう、それだけなの。2段階調整すると掛け算になるから。そう、ないんだよね。ね、
さすが、さすがですね。そうなの。ほんとそうなの。そうね。フックスピンね。ああいう感じの、ああいう感じですね。そう、あれなんか結構あいろいろこう面白いかなと思って、うん、なんでアプローチはとにかく遊んだ方がいいですね。そうだね、うん、本当58しかやんないです僕は。58で上げるも転がすも全部できるんで他がいらない。上げる、転がす、そうだ、1本でなんか十分なんだよね。グリーンにクラブを何本も持ってくのがめんどくさいし1本でいいよね。いいじゃない。うん、あの距離うん飛んじゃいそうだよね、うん、あれでもそう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 、絶対飛んじゃう、さっきの飛んじゃってるから。もう意味分かった。ゴルフの あれはこうだ、ちょっと飛んじゃうんだ。そうだけどフェース開いてるから飛ばないっていうだけ。こうやってそう、少なからずノーマルのアプローチってこういう動きって入るのよ。固めることは大事なんだけど、その中でもクラブの遊びって必ず入って、でよくこうこねたりとかやっちゃいけないってもちろん言うんだけど、それはねほんとね、どっちかって言ったら正しいけど綺麗事に近いのよ。少なからずクラブは振られるから、あのやるんだよね、こういう風に。そう、それはすごい大事。はい、一応ですね、芝生の上から、打たせていただいて、でいろいろ状況に応じてのショットを撮っていきました。またこれベントグリーンとかになってくると、また打ち方とかこう球の高さとかいろいろ変わってくると思うんですけども、まあ、今回は高麗グリーンでやらせていただいたんで、まあ、高麗グリーンでは、まあ、こうほとんどスピンが入らない状況なんで、まあ、ちょっと手前から低めの低めのっていう感じで転がしていくようなイメージを持っていただいた方がいいと思いますね。はい、では今回アプローチ動画ですね、以上になりますので、最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。